どうも皆さんこんにちは、渡辺です。岡田です。岡田です。はい、すいません、よろしくお願いします。で、今日はまた岡田さんで、この前やってたその石原さとみさんの、地味にすごいの、ヘアアレンジをちょっとやっていこうと思うんですけど、で、今回もちょっとリクエストがあったんでご紹介しようかなと思ってます。で、なんやろね、ピン、ちょっとね、なんか大きいピンなくてちょっとゴールドピンなんですけど、このゴールドピン、こう、なんや、顔周りにつけてるやつで、で、まあちょっと片側にこう編み込みで、編み込みというか三つ編みでまとめてるヘアアレンジをちょっと作っていこうとかなと思うんで、まあやり方結構シンプルで、まああくまでも、まあ石原さとみさん風みたいな感じで作っていきますんで、よろしくお願いします。では始めていきます。結構ポイントなんで、ここの前髪というか横のこのたるみ結構ポイントかなと思うんで、ちょっとこう耳覆いかぶさるぐらいの感じでちょっとまとめるっていうか、この角度で後ろちょっとまとめていきます。で、このまま後ろ持ってきて、まあ全体の髪の毛をもうちょっとややこっちより、分け目が今こっちがこう多めでこっちが少なめになってるんですよ。少なめの方に髪の毛を持ってきます。で、こうやってちょっとタランと垂れてくるんで、まあ後でこれは直すので、まあ、降りてくる方はちょっと下ろしといてください。で、こうまとめて、だいたいこうこっちの三つ襟の部分ぐらいまでまとめたら、これを大きくもう三つ編みしちゃいます。すごくこれを簡単に作るんで、こうご自分でもできるかできるようにちょっとやっていこうと思うんですけど、で、まあ、長さは、まあ、ある程度こうやって三つ編みできるぐらいあれば、全然できるかなと思うんで、こんな感じで三つ編みしちゃいますね。で、もうゴムで一番最初に毛先は留めちゃいます。その方が後でピンとかも留めやすいので、こうやって留めちゃいますね。で、少しだけ三つ編みの部分をボリューム出しておきます。で、なるべくこの三つ編みがこう 顔から見た時に出てきてた方がいいんで、このままこう折りたたんで、ややこう、なんですか、顔の横から三つ編みのこうちょろっとした髪の毛が出てくるように、ここら辺で大体、まあ、ピン留めます。で、ちょっと止まりづらかったら結構バシバシ止めちゃってもいいかなと思うんで、僕大体2つぐらい、こっちから今下からつけたのと、あと上から、もうこんな感じでがっつりつけときますね。で、次にここの髪の毛、今もちょっと出てきちゃったんですけど、ちょろっとここ出てきてたら、ここもちょっとピン止めたらいいかなと思うんで、やばい、ピンを忘れた。OK、すいません。ここのピンを、まあ、ちょっとたるませた状態で、まあ、あとでも全然たるむんですけど、たるませようと思えば、少したるませた状態で、この落ちてくるとこだけで、まずピン止めます。最近短い方多いんで、多分ポロポロっと出てくると思うんで、まあ、こんな感じでやって、で、次にもうこの、まあ、ちょっとゴールドピンなんですけど、あのドラマで使ってたやつ、結構太めの、太めじゃないわ、長めのやつなんで、もうそれを、まあ、場所は大体でいいと思うんですけど、ちょっと下目の方が可愛いかなと思うんで、この辺りぐらいでちょっとつけます。これが硬い、結構硬い。こんな感じで1個つけて、で、これちょっと並べてつけていったらいいかなと思うんで、もうその真下に、硬い音してるよね、こいつね。もうちょっとなんかこう使うんやったら、なんていうんですかね、緩めのやつの方がこういうのがいいかもしれないですね。で、これもあてんのかな、こんな感じかな、もうちょっと下かな、いや大丈夫だぞ、もう大丈夫ですかね、
ちょっと下目で、まあこの辺はちょっと調節してもらって、で結構なんかこう歪みみたいなあった方が可愛いかなと思うんで、なんかピシッとした状態でつけてるっていうよりかはなんかこうウェーブっぽい感じがなんか出てる方が可愛いかなと思うんで、一応こんな感じでつけてます。で、あとはまあこの辺ちょっと三つ編みしたところを、まあ後ろから違うな、こうした方がいいかな、こう見た時にやっぱこうペタンとしやすいんで、この辺とかは少しこうボリューム出しながら、こう頭の形をこう綺麗に見せてやってもらって、でそのまま前向こうかな。でこっから髪の毛、今あの三つ編みが出てるんですけど、これが結構ポイントかなと思うんで、こっちでピン止めて、こっちで三つ編みがちょっと出てくる状態でやれば、結構雰囲気的には同じように見えるかなと思うんで、ちょっとこれずれてるな、まあこの辺ちょっと愛嬌ですいません、ちょっとこうピン肩になれるんですけど、これもうちょっと下でも全然いいですし、多分下の方がちょっと大人っぽく見えるかなと思うんで、まあこんな感じ、ちょっともう一回ぐるっと動かし回りましょうか、こんな感じかな、もう回られへんな、そこまでね、あ、で、すいません、逆ね、逆行った時にこっちを耳ちょっと今バッて出してるんですけど、出してもいいんですけど、僕は多分こういう大人っぽいヘアスタイルをちょっと耳かぶせる方がこう可愛いと思うんで、最初止めた時には耳が結構出るんですけど、それをちょっと出してあげる、耳半分隠れるぐらいが一番可愛いかなっていうか、大人っぽく仕上がるかなと思うんで、まあその辺もこのヘアアレンジじゃなくても普段のなんかこうまとめ髪でもちょっとこういう風にやるだけで全然なんかおしゃれ度変わってくるんで、まあよかったらその辺もやってみてください。はい、こんな感じでちょっとお送りしました。また今日の、すいません、前ちょっとやってなかったんですけど、今日の夜も、アベマフレッシュでちょっと生放送するんで、また URL 貼り付けとくので、よかったら時間ある方、今日の9時から夜のやってますんで、本当に基礎的なことちょっとやっていこうと思うんですけど、まあ興味ある方はよかったら見てみてください。はい、今日は最後まで見ていただいてありがとうございました。またよろしくお願いします。さよなら。